どうも東海特殊観光の宮島です。さあ本日すごく晴天に恵まれ、ちょっとツアーで来させていただきました、バス2台で今日はね来ております。本日は片原漁港にある山水さんに来させていただきました。言って山水さん取り上げるのがもうかれこれ 4,5 回目撮らせてもらってます。結局ここがやっぱ企画いろいろやってくれるんで、僕も使いやすいんですよね。っていうのもあって今日はどういうことやってくれるかっていうのを撮っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。で今日はすごく珍しくて俺一人じゃないんですよね。今日二人で来てて、一人はもう一人添乗員のということでね、来てもらってます。今日二人でちょっとカメラマンしてもらいながら撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ一発目はこれ多分あれかな、カツオやったのかな。あ、カツオ焼いてた。あ、焼いてたんだ。じゃあわら焼きしてた。これね、山本さんが自作で作ったカツオたたき専用の、まあ、コンロかなで、わら入れて焼くっていうね。はい、おはようございます。食べる。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一発目はカツオのたたきをねいただけるみたいですね。マジは、いや、めちゃくちゃうまそうだよ。めっちゃうまそうじゃない？めっちゃ美味しそう。これもう塩してある。醤油。塩打ってある。塩打ってある。じゃあちょっとせっかくなんでいただきます。いや、身がね綺麗。めっちゃいいよ。ねえ、まだ映してたのに。あ、うま。あ、めっちゃうまい。今焼きたてですよね。すげーうまいわ。さっき試食で、カメラマンにも食べてもらったカツオ、これ焼いたやつをそのままパックしてこの冷蔵庫に入れてある。すごい。これね、なんかね、やっぱね、水で締めるとかあるけど、水やるとやっぱりねべちゃべちゃになるから、もうねそのままがいいんだって。さあ、じゃあちょっとアジのフライまでに、実を言うとちょっともう一個これ山本さんに今日お願いしてることがあって、それをちょっと食べさせてもらえるんで、それ行きましょうか。じゃあ次何を取るかっていうと、アジフライちょっと取りたいんですけど、その前に海鮮丼、山水さんのこのカップに入ってるの、これめちゃくちゃ綺麗じゃない？おしゃれだし、マークもさちゃんと入ってる。この海鮮丼は一応なんか来て注文したら土日祝は買えるのかな、1650円で買えるみたいなんで、これをちょっと俺もね食べてみたいっていう話をしたら食べさせてくれるってことなんで、っていうことでいいですかね。そうです。はい、じゃあ座って失礼します。てかさ、山本さん、これなんで作ろうと思ったの？山本さん入る？なんで作ろうと思ったか。そう、これなんでさ、この会社、ちょっとお座れよお前。はい、よいしょ。じゃあちょっと俺も全部は多分食えんから途中で見てあげるね。いただきます。そう、なんでこれ作ろうと思ったんですか？まずなんか食べるもんないって聞かれるそんな気そうで、基本的にまあ刺身は、うん、鮮度のいいものは入ることは分かっていた、うん、で、まあ、この海鮮丼を作るために飲食店免許許可を取り、あ、はいはいはい、そうで、まあ、これに向かってったんだけども、でね、結構実はこれ僕なりに研究をしてて、うん、パック寿司とかよくあるじゃない、うん、そうするとさ、わさび醤油が置いてあるじゃない。あ、置いてある。置いてあるでしょ。置いてある、置いてある。でさ、さ、マグロ食べても、あ、何食べても、うん、なんかみんなわさび醤油の味になっちゃって、まあ、になっちゃうじゃない。でこれな、どうしたものかなと思ったら、ある東京の銀座の有名な寿司屋さんに行って、でそこがやっぱりわさび醤油がついてないのよ。ついてないのよ。で、まあ、それぞれ握るたんびに何か乗っけたり、うん、上から何かかけたりっていうふうにこうやって出すわけですよ。でわさび醤油のことを聞いてみたら、その通りだと、うん、わさび醤油はものすごく強いと、味が。だから全部わさび醤油の味になっちゃう。だから海鮮丼は、だと海鮮というかお寿司とかも、まあ、海鮮丼も含めてなんだけど、どんどん味が変わっていかないと、途中から同じもの食べてる感じになっちゃいますよっていうのがずっと頭に引っかかってて、でこういう風にしたんです。これ一番上が和風カルパッチョ風のタン。そうですよね、なんかね、レタスとかも入ってて、
なんかね、確かにね、食感がまず多分あれだろうな。ちょっとじゃあもらいます。これマグロとじゃあ海鮮。あ、うまいでしょ。うまい。うまい。で、一段目の層がその生の本マグロ、うん、からアトランティックスターモン、うん、それから、ボイルしたエビ、ね、これとのカルパッチョ風になってて、二段目がカツオのと漬け丼になってる。はあ、これ2段目ね。2段目が、3段目がネギトロ丼っていう風になってる。ダメ、カツオでネギトロ、うん、はあ、だから食べ進めるごとにどんどん味が変わってきます。お客様にお知らせいたします。アジのフライをまだ食べられてないお客様、お見えになりましたらまずね、うーん、あ、めっちゃうまいね、これ。そうそう。で、実はさっきちょろっと言ってた通りで、インスタで発信して20代30代女子にウケるんじゃねえかと思ってやったところ、20代30代女子にあまり対して響いてなく60代70代女性にめちゃくちゃこれが入るんです。いや、これはやばいね。で、分析をしてみたところ、一番上って実はあのオリーブオイルがかかってるんですよ、うん、だけどオリーブオイルってちょっとさ、あの、まあ、ある年齢層上の人からするとですね、ちょっとなんか後からやってきた生意気なやつみたいな感じなんですよ。で、オリーブオイルに白だしと醤油とみりんを混ぜて和風のドレッシングに仕立てたんですよ。で、次アボカド、うん、僕らの世代これアボガドっつったんだけど、うん、アボカドも後からやってきたちょっとシャラクセ気に入らねえやつっていう認識はあったんだけど、ここにカツオの漬けと合わせたことによってアボカドが急に和食に降ってくるんです。だからこれある年齢層から上に、ね、ちょっとさ、もうなんかスプーン申し訳ないけど使うみたい。あ、スプーンあるよ、あるすいません、ありがとうございます。いや、これね、あ、純粋に美味しい、これ。うん、もう聞いてるだけで美味しそうだもん。魚が新鮮ももちろんあるけど、うん、組み合わせが上手だな。うちはですね、環境に配慮してですね、竹のスプーンを使ってますねって言ったって実は入れ物がプラスチックですね実はこれ透明のカップにしたのも狙いとしては綺麗だっていうこともあったんですけど、メリットとデメリットっていうのが出てきて、デメリットもあってですね、透明にしちゃった以上ですね、全くごまかしが効かなくなっちゃって、ご飯が 150g、 具が 180g、 すごいね。だからご飯より具の方が多いんですよ。一般的な海鮮丼って7割ぐらいご飯なんですよ。ご飯、そうですよね。3割ぐらいが具だったり、まあ、ひどいところなんて8割ぐらいがご飯で、だけどこれそれができなくなっちゃって、全くごまかしが効かないっていうですね自分で自分の首を絞めてしまったただ海鮮丼を食べるときとかこういうものを食べるときってどうしても具の量とご飯の量を計算してコントロールして食べなきゃいけないじゃないですか。ちょっとご飯多めに先に食っておこうと、あとで最後ご飯だけ残っちゃうと嫌じゃないですか、はい、だけどこれは全く何も考えずにどんどんほじって、うん、具の方が多いんですから、うん、もうそんなねコントロールしなくてもね、ただただ本能の赴くまま食べていただければ美味しく食べられます。本当になんかこうやってすくうと具が出てくるのがめっちゃ嬉しいでしょ。そうなんですよ。これは、改めてですけど普通に作り置きで置いてるわけじゃないんですか。あのね、それをやったことがあったんです、うん、ある地元の祭りで。そうするとですね、朝作って持ってく、会場に持ってくじゃないですか。昼過ぎるとですね、ご飯が固くなってきちゃうんです。で、保冷剤入れていくので具は大丈夫なんです。冷やすことによってご飯が固まり始めちゃう、うん、なんで、まあ、ちょっと作り置きはあんまり良くないなということで、だから今注文を海鮮丼一つちょうだいって言われると、はいよーっつって作って提供するという形、うん、すごい、そのまで作って出してるんですね。なんで、これね、なんで5分ぐらい待ってもらうことなんです。なんか本当一般的なというか、まあ変なんですよ、こういうのってやっぱり比較されやすいのって、よく同じようなので売ってるのだとデパ地下的な、はいはいはい、なんかそういうね、あのデリカみたいな一品になるじゃないですか。って考えるとこれ結構なんていうんですか、ネギトロなんですよ。ネギトロの部分に入りましたね。そう、結構、まあ、ある程度作っとかんといかんのかなって思ってたんですよ。
そしたらね、受注販売一回こう作り置きしたらご飯が固まっちゃって、まあ、それはちょっとじゃあ美味しくなかったから、そう自分がその時にね、お祭りの時にお腹空いて自分が買って食べたんですよ。その時にこう店で出してるものとどうしてもご飯が固くなっちゃってあれって思ったんで、まあそれはいかんなということで。なるほどね、はあ、さっき祝日って言いましたけども、うん、土曜日、日曜日です。あ、まだ食べてないね。アジフライ来ました。ありがとうございます。すいません、喋ってたからアジ持ってきてもらいました。じゃあアジフライ、あ、これかかってるのは今ソース、あのソース、ソース上からかけてきただけなの。そういうことね。そう、はあ。このアジフライもなんやかんや言って山瀬さんのこのインスタ経由で僕も知ったんで、アジは実はアジの刺身の注文があってアジの刺身を作ってたんですけど、アジが大きくなると縦骨が大きく、あの強くなってくるんですよ。それでそれをピンセットで抜いてたら面倒くさくなってきちゃって全部それをアジのフライにしちゃったっていう、そういう経緯だったんですね。だけど肉が厚いのでうまいです。で縦骨が気にならなくなるんで。めっちゃうまい。いやもうね、身がねふわふわ、うん、肉が厚いでしょ、うん、これはうまいわ。これはですね、開く人によってですね、おばちゃんの種類によってですね、ここがね割れてるパターンと割れてないパターンがあるんですけども、はい、同じ時にやってで何人かで下ろしてるので人によってやり方が違うということでこうなっちゃったんですけど、まあ、どちらも別に悪いわけじゃない、正解なんで。いやめっちゃうまかった。うまいでしょ。どうしてもアジのフライって冷凍のイメージがね、まあ、揚げるだけで作れる簡単な一品っていうイメージなんですけど、ここでね出してもらってるのってそれこそ刺身で全然出せる魚をフライにしてるっていうことで、もうね身のやっぱねもう食感がまず違いますもんね。で旨味もなんか違うし、これも売ってるんですよね。なんか俺案件しとんのかな。これねでもねある時とない時があるんです。あ、ない時あるの。ある。なんでアジが上がった時にアジを開いて作るので当然ない時もあります。いやなんかいろいろノープランでこれも喋ってもらってるからね、すごいよね、映り慣れてますよね。そんなことないです。はい、じゃあいろいろ試食させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。改めまして、最後までご視聴ありがとうございます。ここからはちょっとお知らせをさせてください。ですね、来月の11月の2、3というこの2日間で蒲郡で深海魚祭りというものが行われます。深海魚祭り、蒲郡に上がってますね、タカアシガニとかああいったものもね深海魚の扱いですし、あとメヒカリですとかね、そういったもの、まあ、本当に町が水族館みたいに歌っている蒲郡市、そこで行われます深海魚祭りというものが11月の 2,3 行われまして、非常にあのステージを設けてライブだったりですとか、あとはあの振る舞いで深海魚の鍋っていうのがね振る舞いで行われたりですとか、干物のたたき売りみたいなものもスケジュールとしてね行われるみたいです。非常にあの楽しそうな2日間ございます。ぜひこちらの深海魚祭りの方にも行ってみてください。これをなんで最後にお知らせを入れたかって言いますと、今回撮影協力いただいた山水さん、そしてまあその他いろんなですね蒲郡のいろんな施設さんが参加されているイベントとなりますので、ぜひ、協力したいなと思いましてね最後入れさせていただきました。ぜひ11月の 2,3 場所がですね竹島水族館の西側にあります竹島ベイパークさんというちょっと広場がございます。ここで行われますので、ぜひ竹島のベイパークさんにねお出かけしてみてください。おそらく駐車場は竹島の、水族館ですとか、あと竹島の方に、ね、出かけるときに止める駐車場になると思います。台数かなり限りがありますので、蒲郡の駅からそんな歩いてかかりませんので、もしよかったら蒲郡の駅から行ってみてください。ということで、最後まで動画ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん、いろんな動画ね上げていきたいと思いますので、チャンネル登録して待っててください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。